エリック・ライムバックは24時間で完成させたルービックキューブの数で世界記録を破りました。ノンストップで5800個を完成させたんです。1つあたり15秒で完成させた計算になります。すごいですね。最大のルービックキューブには動く部分が6153あり、スタンダードなルービックキューブの22倍、レンガほどの重さです。この巨大なルービックキューブのデザイナーは作成するまでに205時間を要しました。すべての面を揃えるにはどれくらいかかるんでしょうね。 100% うまくいくミニルービックキューブの攻略にチャレンジしてみてください。ではまず最初にルービックキューブ用語の説明から始めましょう。シンプルかつ合理的で覚えやすいはずです。 R はキューブの右面を時計回りに90度回転、R アポストロフィーは右面を反時計回りに90度回転、 L は左面を時計回り、 L アポストロフィーは左面を反時計回り、 U は上面を時計回り、 U アポストロフィーは上面を反時計回り、 F は前面を時計回り、 F アポストロフィーは前面を反時計回り、 D は下面を時計回り、 D アポストロフィーは下面を反時計回り、 B は後面を時計回り、 D アポストロフィーは後面を反時計回りといった感じです。ご覧の通りそれぞれの大文字は時計回りに回転するキューブの面を表しており、アポストロフィーがある場合反時計回りに90度回すということです。1. 右指のトリック。この4つの動きで大半のルービックキューブを揃えることができます。右面を時計回りに90度、上面を時計回り、右面を反時計回り、最後に上面を反時計回りにします。簡単でしょ。ではこれを実際にキューブで行うとどのようになるのか見てみましょう。右面を時計回りに回し、上面を時計回り、右面を反時計回り、上面を反時計回りに回します。もう一度やってみましょう。右を時計回り、上を時計回り、右を反時計回り、上を反時計回り、もう一度、右、上、右、上、そしてもう一度。これでマスターしましたよね。2. 左指のトリック。これは一つ目のアルゴリズムの逆の動きで4つの動きで行われます。左面を反時計回り、上面は反時計回り、そして左面を時計回り、上面を時計回りに回転させます。このアルゴリズムを実際にキューブでやってみるとどうなるのか見てみましょう。まず左面を反時計回り、上面を反時計回り、左面を時計回り、最後に上面を時計回りに回します。ではもう一度、左上左上、続けてください。もう一度、左面反時計、上面反時計、左面時計、上面時計。3. コーナーローテーション。前例の2つと同様、このアルゴリズムも4つの動きです。最初に右面を時計回りに回し、前面を反時計回りに回します。そして右面を反時計回りに回した後、最後に前面を時計回りに回します。じゃあ行きますよ。右前、右前、もう一度、右前、右前、さらにもう一度、時計回り、反時計回り、反時計回り、時計回り、最後にもう一回。これでもうできますよね。ではキューブを揃えてみましょう。何から始めればいいのでしょうか。ここでは次の3ステップに分けてやってみます。 1. まず最初にボトムレイヤーを揃え、 2. 次にトップレイヤーを揃え、 3. 最後にコーナーのローテーションを行う。1. ボトムレイヤーを揃える。まず正しいコーナーキューブを見つけましょう。通常白、青、赤のステッカーが貼られているので、それから始めてみてください。そして隣に動かすのに最も簡単なコーナーキューブを見つけると、青と白か赤と白になります。ここでは赤と白が見えるので、右指のトリックを使って白が下を向くよう正しい位置に動かしてみましょう。そうしたら次は他の白のコーナーピースでも同じことをやってみてください。
練習すればするほど簡単になるので頑張ってください。もう一度。はい、これでボトムレイヤーが揃いました。仮面の白十字を揃えよう。まずするべきは下の面の白い十字を作り、エッジの色をそれぞれの側面のセンターの色と揃えます。まずは適当にパズルをばらしてしまいましょう。では始めますよ。手始めにまずは上面に花のような形を作ります。アルゴリズムは何もいりません。試してみてください。本当に簡単ですから。そうしたら上層を回転させてエッジの色を側面のセンターの色と揃えます。揃った面は180度回転させて下へ送ります。4つの白すべてでこの手順を踏みましょう。裏返すとほら白十字ができていますね。2、仮面のコーナーを揃えよう。この段階では仮面のコーナーを揃えていきます。白の面を完成させましょう。ここで右手の RURUUアルゴリズムを使うことになります。上層だけを回転させて側面のセンターと一致する色のコーナーを見つけたら、アルゴリズムを使ってコーナーを行くべき場所へ送っていきます。その他のコーナーでも同様に行いましょう。この段階が終われば、センターから下へ伸びる逆さまの T 字が全ての側面に現れるはずです。3、中層のエッジを揃えよう。この段階は中層のエッジをセンターと揃えることを目指します。まずは目標の形の左へ働きかけます。正しい色を揃えましょう。やり方はこちら。上層を左へ回転させます。右手のアルゴリズムを使います。キューブそのものを左に回します。左手のアルゴリズムを使います。次に今度は目標の形の右へ働きかけます。対応する色を揃えましょう。やり方はこう。上層を右へ回転させます。左手のアルゴリズムを使います。キューブそのものを右に回します。右手のアルゴリズムを使います。すべての面でこれを繰り返せばこのステップはおしまいです。4、上層の黄色のエッジを揃えよう。まずは黄色の面で黄色の十字を作ることを目指します。黄色の列が見つからずエッジがバラバラになっている場合はアルゴリズムを使用しましょう。
色の列が完成したら、同じようにアルゴリズムを使用していきます。こうすれば十字が完成しますね。5、上層の4つのエッジを揃えよう。さて、黄色十字のエッジを側面の色と合わせていく作業になります。やっていきましょう。すでに正しい場所にあるエッジを1つ見つけます。上層を回転させ、対応する色にエッジがやってくるように動かします。一致するエッジを1つだけ作るのがポイント。2つ揃っている場合は少し複雑なアルゴリズムが必要となります。揃えて良い色は1色のみ。それを手前側に置き、アルゴリズムを使って残ったエッジを正しい位置に移します。6、上層の黄色のコーナーを準備しよう。この段階ではコーナーを側面のセンターと一致する正しい位置へと動かしていきます。まだ完成はさせません。それぞれを正しい位置に動かすだけ。正しい位置にすでにあるコーナーを探しましょう。この場合、それは正しく回転されてもいますが、そこは特に重要ではありません。少し複雑なアルゴリズムでコーナーをそれぞれの位置に持っていきます。はい、おしまい。7、上層の黄色のコーナーを揃えよう。あと少しで完成。あとはコーナーのみ。キューブを回転させ、黄色の面を手前に持ってきます。右上のコーナーから始めましょう。コーナーを一つずつやっていきますよ。キューブそのものはこの位置のままで、ステップごとにやっていきます。この段階でミスをしてしまう人が結構多く、そうなると初めからやり直しになってしまうので気をつけて。コーナーを一つ揃えます。アルゴリズムを少し変えて使います。一つが終わったら手前の面を回転させて再びアルゴリズムを使います。フロントを回転させてキューブ全体の色が一致したら完成です。これでもうクラシックな 3×3 のルービックキューブが完成しましたね。見た目はルービックキューブに似ていますが、実際はピラミンクスの一種なんです。ピラミンクスを完成させる方法が知りたい人はコメントしてくださいね。変わった方向に回していきますので、スキューブは難しいパズルだって思われがちですが、そうでもないんです。そんなわけないって。じゃあお見せしましょう。まずは基本的なことから。スキューブには2タイプのパーツがあります。つまりコーナーパーツが8つとセンターパーツが6つあります。今度はスキューブの完成に必要なただ一つのアルゴリズムをマスターしましょう。ステップ1、左手で時計回りにスキューブを回転させます。ステップ2、今度は右手で時計回りに。今度は反対です。ステップ3、左手で反時計回りに。ステップ4、右手で反時計回りに。ステップ1、白い面を完成させます。このステップでは直感に従ってください。実際やってみると簡単ですよ。ここで大切なのは白いコーナーの隣のコーナーを合わせるということです。こうやってね。
最初は難しく見えるかもしれませんね。こうやるんですよ。ケース1、回転させるコーナーが左手の下にあるなら右手で1回回転させましょう。これが一番よくあるケースです。ケース2、欲しいコーナーが下にあって白い面があなたの方を向いているときは3つのステップで対処できますよ。まず左手でキューブを回転させた後、右手で回転させます。そして左側を後ろに動かします。ケース3、欲しいコーナーがスキューブの下側にある場合はちょっとやりにくくなります。でも5つのステップで完成させられますよ。まずは右手で上に動かします。そして左手で上に動かします。その後もう一度右手で反対の方向に回転させます。そして左手で下に、右手で上に動かします。これが最初のステップです。そして次は、ステップ2、黄色のコーナーを完成させる。まずスキューブの白い面を下にして、黄色のコーナーがどこにあるか探しましょう。2つのシナリオが考えられます。スキューブがこんな状態なら、すでにマスターしたアルゴリズムを使います。一緒にやってみましょう。右側にある2つの黄色のコーナーが違う方向に、そして残りの2つを左に向くようにしてスキューブを持ちます。左、右、左、右、ほらね。スキューブがこうなっているときは同じアルゴリズムを使って90度回転させ、そして同じアルゴリズムをもう一度使います。聞くよりもやってみた方が簡単ですよ。こうやって持って1、2、3、4、次はきっかり90度回すのが大事ですよ。同じアルゴリズムをもう一度使いましょう。1、2、3、4、できました。次のステップはステップ3、黄色のセンターを完成させる。黄色のコーナーがすべて完成しましたので、次は黄色の面を完成させる番です。ここでも2つのケースがあります。黄色の面がすでに完成している場合はステップ3を飛ばしてステップ4に進んでください。完成していないなら、先ほどのアルゴリズムを使ってスキューブを180度回してもう一度アルゴリズムを使います。やってみましょう。スキューブをこうやって持って黄色のセンターを見つけます。アルゴリズムを使って1、2、3、4と回転させて、また左、右、左、右です。いいですね。あと1ステップです。ステップ4、残りのセンターを完成させる。さっきのステップと同じようにセンターを探してアルゴリズムを適用し、スキューブを回転させてもう一度アルゴリズムを使いましょう。緑の面でやってみましょう。1、2、3、4、そして面を変えて1、2、3、4、できました。次は青の面も同じようにします。1、2、3、4、そして面を変えます。最後です。左、右、左、右、できました。これでスキューブが完成しましたよ。おめでとうございます。これでやり方が分かったので、周りの人を驚かせてみましょう。今回と同じタイプの、例えばピラミンクスなどのパズルのやり方を覚えたい人はコメント欄で教えてくださいね。